もう、なんで一人で行く？ごめんごめん、しっこしっこ。何考えと勝手に来た思ったら急にまたおらんくなるし、そうさせとんのはみすずやろ。何がみすず変わったは？どこが？変わったっていいやん。何が言いたいん？おめでとう。え？赤ちゃん。ああ、子供できてへんよ。勘違い。私な、あの人と結婚しようと思う。病院でほんまにそう思った。アキラへ。元気にやってるかな。アキラが訪ねてきたあの日からまだ1週間くらいしか経ってないけど、ずいぶん前のことのようです。あのあと正式に森本さんを実家に連れて行きました。父さんがどれぐらい反対したかはおじちゃんから聞いてると思います。予想してたから辛くありません。
こういうのは時間がかかるものです。ゆっくりやっていきます。アキラも早くいい女になってください。カバン見つかったから送ります。入学おめでとう、みすずより。じゃあ行ってくるわ。精力的に仕事をこなす女優上野樹里が撮影現場から突然姿を消した。上野に戻るよう説得するマネージャー石持との奇妙な逃避行の旅、旅は次第に上野の思い出の場所へと向かっていく。監督脚本に高崎拓磨を迎えて送る上野樹里と5つのカバン第4話旅の間、9月24日木曜夜11時半スタート。